美味しい。美味しい。ああ美味しい。さて今回のああ美味しいは別企画を取ろうと思ったらやっぱり飲み会になっちゃったです。どうぞ。たけしなだけにね、意味深だな。ものすごく意味深。すでに回っております。いやものすごく気持ちよかったです。前回の感想やないか。で、はい、というわけで、今回は番外編です。初の3回目、番組初の3回しか流れてないのにもう番外編やっちゃうよっていうね、番外編。まあまあでも裏的な裏的な、うん、裏的な裏的な、うん、裏ビデオです、うん、ここね、うん、裏ビデオ。なんか古いな。なんだろうビデオって。昭和だな。今なんていうの、裏ビデオないもんね。なんていうんだろうね。モザイクなし、モザなし、モザなし。モザイク裏垢的な、裏垢的な、裏垢です。裏垢はまた別に、裏垢も違うよね。普通に流すんだよ別にこれ。ああ、そっか、別にそっか、思いっきり直ってるっていう、そうそうそう、裏垢なのね。ないんだ、やめれ。本当に裏垢やねんかそれ。裏垢女子。裏垢男子とつながりたい。裏垢男子はマジで意味わかんないですよね。うん、なんだ裏垢男子って需要ないだろう。裏垢男子さ、イケメンみたいなしかつってねえみたいなのがあるらしいね。裏垢男子ってちょっとカッコつけた名前にしてるけど、ただの変態の集まりだよね。本当だよね。うん、そう。ってたっていうこの流せねえだろうよここ。とりあえずさ、とりあえずさ、ああ美味しいんだからお酒飲んでいい、うん、あっ、ね、そう、私もそう、うん、待ってる待ってる、そう、そう、そうだよ、あのね、裏垢女子が裏垢男子をなんか飲んでる場合じゃないじゃいいんだっつって。じゃあ開けまーす。飲むよ、はい、飲むよ、はいはいはい、金麦です、はい、はい、乾杯って言ってなかった。乾杯。乾杯。裏垢男子。うまい。うまいね。裏垢。裏垢。なんなん。裏垢。裏垢。言いたいだけ。やだわ。なんかこういう話題になるとあいつが出てくる、出てくるね、確かに。あのキャラだとね、ね、乗りやすいんですよ。こういう話題になると相方の性別がおかしくなる。番外編もクソもなくなってきたね、また。あれと飛びっこって言うんだね、飛びっこっていう、いいよ掘り下げなくて。って言うんだね。すごいね、本当にふうにゅーちゃん毎回そうだけどすごい食い込んでくるよね、そういう食い込むもんね。いや、いや食い込むっていうかさ、すごい乗ってくるよね。乗ってるのか、いや、なんか単純になんか、あ、そうなんだっていう感想を、うん、述べただけですけど、感想がえぐい。だからここに入ったと思います。そうだね。じゃないとやってけないもん、俺たちと。やってけないよ、絶対無理だもん。ゲフン、ゲフン、ゲフン、なんつって。なんつって。いいんですよ、今ここの話は。おい言うんじゃねえよ。いいね。めっちゃ言ってる、本当に。え、今日その話する。いいよ、その話で30分する。それは掘り下げなくていい、うん、それは掘り下げなくていい。もういくらでもできるけど一回も流さないと思うけど、ずっと裏筋よこれ。前半裏筋か、うん、これ初めての前半裏筋って。
ていう。ハラスもうすでに裏す、あ、裏筋、あ、これはかけるや。これかけます。これ昨日取ったやつの、もう流してあるからね。そう、もうあの別番組のね、あの方流してある。裏筋。やめなさい。止まんねえなおい。昨日撮った裏筋に関しては中身が一切ないから、ね、ないけどなんか2人がすげえ楽しそう。なんか裏筋の久しぶりにがっつりコントをやる。でもこの番組ってそういうのを楽しむ番組だと思ってますよ。それを聞けるのは、うん、でもグーニューちゃんともう一人の会員だけだから。そう、なんかもう50回目だってちょっと頑張っちゃったよね。本編をね。本編真面目にやりすぎて、そう裏筋で50回目に一切触れない。何にも関係ない。もうただただ正しいみたいな。そう、もうバナナマンの日村さんが爆食したって話をずっとしてたし、全然関係ねえじゃないか。関係ねえ話。ラジオで聞いた話をただするっていう。それをお前さんが日村さんでやるもんだから俺もなんか聞いてないんだけど、私それ今朝聞いてたやつだし、あの、うん、通勤中に、そうそれ聞いた上がってたやつ、バナナの裏筋に関してはスタンド FM というアプリを落としていただいて月300円で聞くことができます。モアイとマサヤというアカウントをやっております。よろしくお願いします。以上 CM でした。片屋聞いた人、片屋聞いてない人でバナナマンのコントをやってたんです。そうなんかそれっぽくしてるのがすごいなみたいな。聞いたことないよ俺みたいな言ってんのにやってんのがすごい、ね、半分ダチョウクラブですよ。聞いてないよそこでそれよう出たなっていう和気あいあいっつってね、言えてねえしあいあいあいあえなぜあいあえあいあえあいあえは寛平さんだからあいあえそれあいあえあいあえ寛平さん今日何やるんですか。そうですよねえ、ほんとね、よくないよね。本当にね、こう楽しくなっちゃう。うちらだけで楽しくなっちゃったのよくないよね。なんか身内だけでやれってなんか辛辣なコメントがいつ来てもおかしくないラジオ。本当だよね。モアイとマサイのチャンネルに関しては辛辣なコメントはすぐ消します。消します。はい、消せるんですか。私判断ですぐ消し去ります。はい。あれって消せるんだ。初めて聞いた。管理者は消せますね。はい、私は全部消しております。気に入らないコメントは全て消しております。私は。もうそれがいい。誹謗中傷も来たことあります。あるある。そうなの。あるある。でも全部消してる。消してる。ブロック。そう。俺なんてね。俺の辛辣のコメントに俺が怒るんならわかるんだけど、モアイさんがバチボコ切れるっていう。白いことになってんの、ぬるっつって。そりゃ怒るよね。そりゃ相方に何言ってんだこいつってなるよね、そりゃね。いや、でも俺より信じられないベクトルで切れるんだからさ。逆にマサヤ君がちょっとガチな引き出すっていう感じ。ここまでっていう。そんなにっていう。大丈夫だから。おっしゃろうぜみたいなことなんか、すっげえ嘘なんか。命を脅かしだすからさ。危ない。ネットから消してやろうぜっつって。俺、結構、ことあるから。言い出すから。しで、あのコメントをしたらさ、あのコメントした人のなんか名前が出るじゃない、ここ。うん。なんとかなんとかてめえ覚えてはるねこのやつ。もうヤクザなのよ、怒り方がっていうね。逃がさねえだろ、何のやつ。全編巻き舌で言うから。俺も言うけど、お
んなコメント来てたんだよって言われた時に俺もなんだこいつなんだよじゃあおめえやってみろよぐらい言うけど、うん、それの倍以上で、うん、あれこいつ覚えてる消してやるからねっていうのがあの長い時は15分20分ぐらいずっと言う、うん、そんなにそうですね、そろそろいいかなってな、うん、話題変えよってあの自分のことより切れてしまいましたね、うん、ねえ、うん、ガチガチのガチだね本当にね、うん、許せん許せんやろうとなる分かったから分かったから分かったから本人よりね分かったからアニメ見ようっつって兄弟にやるんですか今日は。そうですよ、本当だよ。説明する前に15分ほどかかりました。校長先生、校長先生、校長先生だね。静かになるまで10分かかりました。先生ずっと黙ってました。はい、本日はね、一人倒れてるよ、バタンっつってほら、もう私は静かになるの待ってました。嘘です、すいません、自分でずっと喋ってましたけどもね。ごめんなさい、今回はお願いします。今回は、はい、あのオーディオコメンタリー的なことをちょっとやりたいんですけど、で、ね、まあ、ただやっても面白くないんで、やっぱあの僕が一人でやってるのほら飲み収録保管計画ってあるじゃないですか、あるんですよ、あの過去に撮ったやつを聞いて俺が突っ込むっていう、それをちょっと3人で、ちょっとやっていこうかなと。というわけで、あの気になったところがあったらちょっと待てと言ってください。でそこで、はい、気になった点をねちょっとトークしていこうということで、題材は、もう今さやグーニューのアーオーシーシャープ3、この間流れたばっかりのやつなんですけども、うん、問題作です。早い、いろいろとね、いろいろとね、なぜかというとですね、他のが長いんです。あとね、元音声でやろうとしたらね、シャープ3の元音声1時間5分あるんです。何分の動画なんだということで、ね、結局 YouTube に流れたのそのまま使います。すいませんけども。了解です、はい、まあ、はい、あのそんなガチガチにやらなくて普通に飲みながら、あのこの動画流れてるうちも普通に喋って大丈夫なんで、よろしくお願いします。あ、まあ、いや本当に、うん、まあ普通にダラダラ喋、まあ、見ながら、うん、見ながら、まあ、あれだね、本当に宅飲みで流しながら、うん、これってあれだよねみたいな感じで、そうそう、あれせばいいってことですね。で特に気になったらちょっと待ってっつって言ってもらって、これなんやみたいなことを言ってもらえればいいです。はい、そんな感じでございます。はい、じゃあ、はい、いきますよ、ね、何分の動画になるのこれね。あの前半戦これ多分俺チューンって飛ばして15分裏筋に行ってると思う、うん、俺多分多分ね、15分経過みたいになってるね。そうだよね。まああの聞きたい方はあのバナナメンの、モアイとマサイ あのスタンド FM のメンバーシップがございますので、うんうん、もう他では聞けない、もう濃厚なダックダックなトークが来ますので聞いてください。300円かかりますけどつってね。悪徳居酒屋の手口ね。モアイさんあれだよね、なんか、うんうん、余計な時間使うよね。何何分かっとんねんそんな。ドックドクのとか別にいいや。病気なんです。必死なんです。いや俺も飲んでダラダラ喋りたいけど、これをそのまま流すのもさって。だからなんとか始めたいの。始めよう僕ね、それ僕ね、こっからはあのダラダラいきます。じゃあ行きます、はい、はい。気になったら言ってね、気になったら言ってね。はい、行きます。おいしい、俺の声でっけ。おいしい。宅飲み的バラエティが2秒しか流れとらんな。うん、なんか私の音量って下げたりできないんですかね。そっちじゃ無理か。これ
バックで流れてるのが、あの飲み足りないとの初代のオープニングテーマなんですよね。あ、これそうなんですね。そうそうそう。シャイニングスターに。うんうん。ほら、もっと大きく。ほらもっとだよ。ちょっと待って。ちょっと待って。ほらもっと。ちょっと待って。ちょっと待っております。ここでちょっと待ってたの？あの初っ端からです。出だしから出だしから、うんうん、はい。しごかれとるよ。いやいやいやちょっと待って。ちょっと待ってっていう。止まってる。だってこれ、乗っかってきたのは、だってね。大きくなれ。大きくなれ。ああああしごかれてる。いや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 。だって、いやだって私とほら、モアイさんは普通に真面目に、ね、マイクの音量について話してたのに、そこに、うんね、こう、え、はい、俺が大きくなればいいんだねみたいな。そう。で、俺も音量よ。だから、俺がちょっと近づいて、音量を大きくすればいいのかなって。したら、グーニューちゃんが、大きくなって。え大きくなって。いや、だって別にそれは、ほら、もっと大きくできるはず。ほら、もっと、青くから。もっともっとって、俺も言っちゃうじゃん、そんなの。二人に言われたら、あ、あっす、あっすってなる。えおかしいな。そこ流す気なかったのに、もうそんなのやられちゃ面白いから流すしかないじゃん。いやー、すっごく気持ちよかったです。いや、なんか、言い方。言い方。ねえ。もう流すよ。マイクの話だからさ、マイクの話だからね。そう。マイクといえばマイクか。バカ野郎行くわよあ、ちょっといいですか？ちょっといいですか？ちょっといいですか？あのね、多分気づいてる方もいらっしゃると思うんですけど、どっかで効果音が遅れ始めてるんですよね、ちょっとね。なんかちょっと早かったり。あ、思いました。でしょ？なんかね、ダダダダダとかがね、そうだ微妙にずれてるみたいな。大丈夫か、これって。そうなんです、そうなんです。あのね、最初に編集した時よりちょっとだけ短くしたらね、あの、効果音がそのままになっちゃって、すべて早くなっちゃってるって。なるほどね。なるほどね。ちょこっと削ったけど、こうね、音量の部分のチャンネルがそのままだったからみたいな。そう。そっか。知ってないみたいな。全部あの、ワンテンポ遅れてるから、あの、ポケカラにいるマックさんの歌みたいな。何それ何何それ昨日大爆笑したんですよ。何マックさんマックさんっていう人がね、ハイウェーバー歌っててさ、あの、グレーのハイウェーバー。てテン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 、ドーンってすぐ歌うじゃん。やばいってすぐ歌う。たたん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 。歌い出しの前に一球投げる。そうそうそう。たたん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 。しかも歌も。そう。あの、なんでマックさんに出会ったかって言ったら、五等分をね、昨日見てて。あ、そうそうそう。新しい主題歌ってもうあるのかなって。まあ、そこ探し出してね。カラオケでね。うん。ポケカラで。うん。あったわ。でもこれ、VIP の課金してないと歌えないやつだ。あ、待って。歌ってる人の一番トップにすげえ人出てきたぞ。マックっていうね、おっさんなの。そうそうそう。というわけで、続きっていい？そろそろ。いっちゃおう、うん、ねえ、この企画さ、ねえ、うん、この番組向きじゃないね、ちょっとなんか。なんか、そうだね、どんどん脱線しちゃうね、なんかね。なっちゃう。なっちゃう。まあいいじゃないですか。まあいいじゃないですか。そういうノリですっていう字幕が出ております。ここはまだ大丈夫なんだよ。そういう番組じゃねえよ。そういう番組じゃねえよ。まあでも特にさ、コンセプトってさ、あの、うん、飲み足りないとの中に女が入ったらどうなんのかなっていう一言から始まったから、まあ合ってるっちゃ合ってるんだよね。うん、うん、
なんか、あ、今、女っちった。女性が、いや、もう分かってるから、モアイさんは息をするように女っていうの。いや、女性が、うん、これ女性がってすんなり言えない。女性が。すいません。言い慣れてない。丸出し。女性が。女が。すいません。高めです。あのこの辺からずれ出してる音が音じゃねえ字幕も全部ずれてるあちゃーでも今までで一番いいね数が多いいつもさほらあのなんか新番組なんだけど俺が新番組でーすとかなのかさねこれさ結局決めなかったよね決めない。ああ結局決めてない。なんかどんどん脱線しちゃうんだよね。そうなんだよね。こうなんかこう決めようみたいな言っていろいろ話してるうちに。だけど黙れですとか言う。あ、初めに。そう。はいどうも。だけど黙れです。セクシー担当グルです。グルです。面白い担当マサヤです絶対言わねえからな絶対言われんからね自分で言ったみたいになるもんね本当にそう面白い担当のつって本当にそうだし自分でみたいな本当にそうだし、はい、3人の中で一番面白くないそんなことはないそんなことないよそんなことはないそんなことないそれはやめましょう、うん、笑い拾われる側だから、うん、これなことないなことはないなんでタモリさんなんで二人してタモリさんあそうそうって言っちゃったじゃん切ってないし続いてはパフュームですマサヤですマサヤですあそう、うん、久しぶりだね生足露出3人組は来てないです何それ生足露出ダンス3組なんかもう中国ではそういう表記になってんのかなみたいなあ生足露出があれなんだメインなんだみたいな生足露出女ちゃうか女ねえなんかありそうだよね妖怪生足露出ロボットダンス女もうファンに怒られるから続きちょっと待ってダメだねあのねまだ3分だよだって本当にえ嘘でしょまだ3分しか経ってないの3分なのよ回してんの28分だからこれは企画倒れひどいよねこれやべえなもうさダメなんだってダメなんだってこの3人が揃うと楽しくなっちゃうからダメなんだよこれあれだ、うん、BGM だそうそう、うん、ほんとこれもうなんかね YouTube 見ながらこれってあれだよねみたいな一回ちょっと待ってで止めてたらこれは終わらないそうだねこのままやろこのままもうダメだこれね、まあちょっと編集にはた私の編集にすごい問題があったんで今回ちょっとあのせめてもう一回流そうかなと思って、これでも4時間くらいかけたんだけどな真夜中にやってたからさこれあの視聴者がねこれちょっと待てでずっと止めてたらあの、うん、モアイとマサイはどの番組でもちょっと待てに頼るのかって言われそうだからやめよこれ確かに。ちょっとこれは後です。すみません、すみません。ちょっと、あのね、GTM にコメント来てるから後で見といて。うん、おぉ、やっと来たか。リクエスト来てる、リクエスト。リクエストだと？うん。うん。なんのベジータみたいになっちゃった。リクエストだと？お
楽しみじゃないか。そのリクエスト来てっぞベジータ。リクエストだと？急に。おめえぶっ殺すぞ。何？さすがパンツ履いてる人は違うな。フリーザだからパンツは。あ、そっか、違うか。違かったわ。殺しますよ。そっちだ。私とベジータさんを間違えるなんて殺しますよ。響きが似てっからしょうがねえんだ。似てませんよ。伸ばし棒だけですよ。ベジータ、フリーザ、一緒。一緒じゃないですよ。一緒一緒。同じ同じ。くそったれめえ。本当に BGM になってる。もういい、もういい、もういい。企画を諦めた、もういい。もう無理だ無理だ。いや、生放送向きだこの生放送でやってアーカイブで流すんだったらいいけど、これは3人でやるべきじゃねえな、これは。ああ、なるほどね。俺たち3人でオーディオコメンタリーなんてこと、うん、無理だな。だって飲んじゃうもん、普通に飲んじゃうもん、ほんとそうだよ。もう金麦飲み合ってっから俺。飲んで普通に言いたいこと言っちゃうから。言っちゃうっしょよね。どう、さすが GTM だ。その GTM っていうのはグレートティーチャー、マサイです。染みちゃうよそんなの聞いたらおい、フグト君、また染みちゃったのかい。もう染みちゃって、びちょびちょだよ。大変だ、これから、シレットパンツでも買いに行かないかい。俺も男だ、行くぞ。なんで同じ流れをやる。あの、好きな流れは何回もやりたい。やりたいです。すごいね。これはなんか、いろんな意味でなんかね、すごいよね。ツッコミどころしかないよね。うん、いや、すごいわ。すごいわ、これ。うん、やめなさい。春景をもらってきたんだよっていうやつ。これこのまま使うかどうかちょっと迷ったんですけど、普通に使っちゃいました。うん、いいと思う。うん、いや、いいと思う、全然。うん、だってハルンケは別に下ネタじゃないし、下の薬だけど下ネタじゃないし。まあ、でもこの番組かなりバッサリ切ってるからね、マジで。ハルンケアがもしバイアグラって言ってたら切ってたけどね。いや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 。バイアグラでも別にいいよね。え、ダメ？レビトラタコだったらいいんじゃない？あ、ごめん、教えちゃった。ごめん、すいません。もうついてけないです。何レビトラ？ついてけない。の種類です。ああ、そうなんだ。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 やめて、一人でなんか未知の世界に。さすが。なんかね、一人だけなんかすごいしちゃってたよね、今。この年になると不安になるから、一応保険でもって、俺にちん。俺にちん。あ、俺にちんでごまかした。万華鏡。万華鏡は女が一番言っちゃダメなの。あとは万華鏡。いや、そうだけど。ああ、そうだった。そうだった。すごいね。よく出てくるんですよ、そういうの。感心するまさや。ほんとすごいね。こんなのばっかり出てくる。ハートは万華鏡は本当だ。本当だね。すごいね。あれで小学生は、あははって笑っとったから。大抵の人はごめんね、素直じゃなくてから出てくるのに、ハートは万華鏡いきなりポンって出てくる。すごいね。あの、恥ずかしい。もう。むしろ、出てきちゃった自分が、みたいな。自分が。出てきちゃった。やっぱ恥ずかしいよ、もう。ああ、話の流れだから。うん。恥ずかしい。恥ずかしいよ、もう。本当、そういうことばっかり考えてる人だって思われちゃうじゃないか。
ことしか考えてない。万華鏡な？ね。ね。万華鏡のことしか考えてないみたいになっちゃうね。濃い方が好きなんだろうな。そうでもねえよ。ただハート型とかにしてるのはちょっとなーってね。今回流せるか？俺は聞き逃さなかったよ。そりゃって言ったの。昔のあのサザエさんのせんべい食べた後のむせる張りの。誰が知ってるの今の。これ R30 です。あ、30も知らんぞ多分これ。知らんの。知らんよなこれ。もうしばらく経つもんね、じゃんけんぽんに変わって。そう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 。ああ、そっか。来週もまた見てくださいね。言ってたわ。また飛びこすかった誰か。俺じゃないぞ今回は。いや、え、違うよ。お前か。俺？お前か。俺か。俺じゃなくて？俺？俺飛び、俺飛びっこは入れてないよ。違う。飛びっこ入れてないのはわかるよ。入れてたら今こうやってお前と漫才やってねえよ。お前それ本気で言ってるわお前。あれ入れてたもしや。え入れてた。違う。入れてない。ちょっとオードリーの下り失敗のマーキーです。マーキーです。あそっか。間違えちゃった。そっちか。間違えちゃいました。で、飛びっこ使ってたの誰？いや、使ってねえよ。使ってねえよ。あの、俺です。あの、俺が LINE が来ました。そんだけど。なぁ。すいません。あらぁ。あとね、このね、番組の時って、俺、すごい横柄なのよね。王兵ってじゃないけど、ね、うん、息をするよりマイさんにお前さーって、うん、ちょっとオラオラ系になるよね。確かにね、いつもはなんかこうモアイさんっていうのにね、なんかちょっとね、そうマイさんオラつくよね、オラつくよね、うん、タマちゃん肝臓は水で洗うよ。タマさんやね。タマ袋筋太郎や。そんなこと言ってるんだ。空港で岡村さんにね、うん、あの2リットルの水をガーッ岡村さんにも言ったの。そう、 うわーって飲んで、うん、おかしゃ、うん、これで肝臓洗ってんのよ。それを同じ話を千鳥の大悟にもしてたよ。あ、そうなんだ。もうね、もうわしもね、あの筋にもベロベロ、もうよくあの空港のね、あの、うん、通り通れたなぐらいベロンベロンで歩いてきて、2リットルの水持って大ちゃん、これで肝臓洗うんだ。同じ。オカペロでも言ってたのよそれ。あの人の中で鉄板ネタなんだよ。鉄板ネタで。でも本当に言ってるから。そうなんだ。それで突破できるんだでも。YouTube でも言ってるから。そうなんだ。相席食堂で言ってた。で、相席食堂のその回がね、あの、うん、ベロベロ相席って言って、あの、うん、スジニーと、うん、あの、もう一人の旅人が、あの、ナゴン。ナゴン？みゆき？みゆき。ああ、で、スタッフが、タワークロスしたのに、うん、今回もう一人旅人いまして、ああ、あの、名護のみゆきさんです。お、面識ありますか？ねえ、そいつ強いんか。そいつ強いんか。急にルフィや。タマさんぽいマジで。ねえねえ、そいつ強いんか。強いんか。あの人はポイントそこなんだね。強いか強くないか。強くない。酒で負けたくないね。いや、あの人酒強いからマジで。いや、ちょっと。
でもすげえよ、納言のみゆきもさ、あの、なんだっけ、焼酎のさ、高類焼酎の4リットルのあるじゃん、あそこに、あの、粉の緑茶入れて、で、普通はそれを水で割るんだけど、それを緑茶割りつってさ、普通に飲んでるの。ただの焼酎。いや、現役、現役。現役。現役を。喉焼けるから。そう、一口二口飲んでから、あの、うん、緑茶の粉をバー入れて、ガシャガシャガシャーつって、そんで緑茶割りですって言って、普通に飲んでる。割りの意味が、みたいな。そう、俺1時間やってたんだよ、それしかも。すごいね。やってたけど、ちょっとしんどかった、あの時期マジで。緑茶溶かしです、それ。緑茶溶かし。そうだね、確かにね、割ってないよね。うん、っていう。何の水分も入ってないから。入ってない、入ってない、入ってない。うん、すごいなぁ。いやでも好きよ、ああいうタマさんとかナゴン大好き。日本酒飲み好きだからね。うん、酒を うん、めっちゃ飲む人好き。うん、うん。もう大好きなんですよ。だからもう結婚したい。スジニと、うん、あ、違う違う、スジニはもう兄貴と呼ばせていただいて俺これ始まるまでずっとタマチャンネル見てたからね好きやん大好きよで、さっき何も喋ってないのにタバコ加えただけでちょっと待ってて止められるテレビでよタバコ加えただけちょっと待って龍が如くですなんか出てなかったそういうことこの絵はもう龍が如くですいやあの人すげえな変わんないからねずっとあんまだからね今日見たタマチャンネルであの俺ここ思い出の場所俺ここの裏で性加害に遭いましたって言ってたそんなライトに性加害すごいよね性加害ってちょっと言いたいだけのやつみたいなそれマジなんだってマジなんだってマジで合ってんだ俺の地元で有名なジジイなんか裏で性加害になっちゃったで大人になってそいつに逆にお仕置きしやったけどねみたいなこと言ってたあかんやつやって怖えそれでどうなねえいやちょっと裏すぐなんでしょああお仕置きしやったああスーパードライグビー、タバコスッパー、YouTube よ。やばい。あれ収益いけてんのかなあれ。11万人くらいおんのよあれ。すげえ性加害あい、性加害ちってっていうのがすごいね。ね、あもうすごいね。知らない間に大喜利のくだりですよ。たけし、たけし、そう、たけしの話しないと。え？たけしの話？もえさん、事務員の。あ？昨日言ってたじゃん。派遣の、派遣の。あ。え？派遣の。派遣の？たけし？うん。え？あれ今日する話でしょあれ。え？あれはいいんじゃないですか。なんか渋った。いやあのね、今日さ、ちょっとそのことをさ、あれさ、ちょっとおじさん別で喋っていいって言われ。言ったらさ、ちょっと、って言われて。で、ちょっと、まさにくんさ、ちょっと、他の人から喋るんだったらいいと思うんだけど、ちょっと、覚えてるだけちょっと喋ってもらっていい？ああ。前さんの会社の派遣の女の子。うん。たけしって、掘ってあったみたいです。
はい。あのね、もういいか。あの、ダメなら、あの、切るわ。あの、ふくらはぎによ、うん、タトゥー振ってもらってさ、たけしって。たけしって、あんたやったの？え、ゴー？え、これ何？ゴーって言ったの？たけし、たけし？ラブジャルみたいな直近で聞いたのこの話みたいなのか、まあ、まあいっかこの話別になまあ別にね、うん、別にこの動画見るわけじゃないしねその人はね、うんうん、別に見たところで別に本当のねことだし、道理でパンストを履かないと思ったんですよなんかタイツ履いてるずっと。あ、ちょっとあの透けないやつ。そう。透けないタイツ履いてて。たまたま。え、どうやって見たんですか。いや、ちょっとたまたま。どうやって気づいたの？忘れちゃって、うん、生足だったことがあって、うん、あの休日出勤の時ね。はいはいはい。そういう関係なのかと思った。ちげえよ。ねえ、え、どのタイミングでって、ちょっと思ったよね。じゃあ、俺がたけしになっちゃうじゃないですか。いや、破局してもあれ消せないって言うじゃないですか。ねえ。違います。違います。俺がたけしを上書きしてやるぜとか、そういう話じゃない。違う違う。でかけこの野郎って。そんなことありませんから、ちょっとやめなさいよ、もう。そう、うん、そう、こういう話になりそうで、うん、あとちょっと、えー、って光って、あ、嘘嘘嘘嘘って言って、嘘嘘嘘嘘、なんでもない、なんでもない、何も言ってない、ごめん、ごめん、ごめんっていう。あ、訴えられちゃう、訴えられちゃうと思って、ここは黙ってあげとこう。うん、あれ、終わった。あ、そっか。あ、この後あれがある。本当だ。そっか、本編、すげえ短くしたね。うん、ああ、そっか。本編この後に、うん、あれだ。あ、ハビバスデーだ。ねえ、お誕生日。本編あれ、だって40分、40何分あって、うん、だいぶ来たんだよ、あれ。うんこの回のさ、うん、この回の裏筋欲しいな。裏筋？は、うん、い、送るよ。うんうん、僕300円払ってないから聞けないんだ。いや、喋出てる人だから。いや、それ言ったらあなたみたいな。いやいやいや。まあでも飲み足りない。私のチャンネルではないから。うん。あれ？あ、出たよ。なんかすごい音声が大きくなったからびっくりしたもん。ウリちゃん、タちゃん、おめでとうございます。どうぞ。いや、本当に似てるんだよな。俺この動画完コピしてやるから。できると思うよ。じゃあ来年はさ、まさきくんがこれからピックで俺が編集するっていうさ。あれみたいな。あれって。既視感あるな、みたいな。今うち、この萌えさんの映像だけ保存しといて、その映像にアテレコするって言った。なので衣装送りますけどね。いやいや、顔出せってか。顔出せってか。いや、ダメ、まさやくん男前すぎるからちょっとダメ。うるさい。やめろ。いや、ていうか、俺ぐらい太ってないと、まず子さんの衣装が。一応、ここ3人、俺の顔知ってるから。いや、まあ、正直言うと、もうちょっと太ってないと、あの衣装が全然似合わないっていう、そんだけ。そうだよ、俺が着ると顔なしみたいになっちゃう。顔なし。すぐやってんだ。ジブリ感出ちゃう。ジブリ感。あ、ここは合ってる。ポーンが合ってる。取り直したんだ、ちょっと。取り直したからじゃない？そっか。
あーそうかも、ね、そっか、俺ここだけ単品で作っといたんだよ、うん、そうか、あーこの下りのねところをね、うん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 、はいはい、まあ、完成したの午前3時なんでね、本当にあのちゃんと確認が済んでませんでしたね。いや、い大丈夫ですよ本当に、うん、結果オーライ、オーライ、相方にあんな、ここからこっから俺静かにしようかな。モアイさんの様子がおかしくなるところ。なぜかモアイさんの様子がおかしくなる。なんか俺が感動してしまうというですね。変なところ。変なところ。ミュートにしといた方がいい俺。同じこと言ってる、同じこと言ってる。私はミュート。なんか不意にもらい泣きそうで怖いな。同じこと言ってる。分かんない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 。どうでしょう。さあどうでしょう。じゃあ別に感動系じゃねえんだよ。いいですか、いいですか。飲んでる時にお手紙はね、あれなのよ。いいですか。後で出してます。じゃあ行きます、こっから足されてると思うんだけどな。あ、まだだった、まだだった。ボケ入れてるから。そうだそうだ、席の感じいいからね。ね、突然みんなで聞き始めるっていう、うん、そうだよ、なんだよ、みんなもっと騒ごうぜ。さっきまで元気はどこ行ったんだ。え、疲れちゃった。いやいや。なんかでもほんとなんかね、買ってくれてありくれてありがとう。ちゃんといいお手紙だよね、これね。ありがとう。うん、いいお手紙書いたよ。まさやの お手紙には毎回泣かされる、本当に。やめろ。突然オーディオコメンタリー始めちゃった。本当で、今までもう、今日無理だ、無理だっつってんのに、俺の手紙のとこだけ。何も関係ねえ。下ネタ皆無になっちゃった。本当だよね。うん、まあ、あのこの企画はもうあの二度としないっていうのはもう心に入れました。このできないっていう ね、 そうですね、この3人じゃ。俺もちょっとこの手紙はちょっと青よくばグーニューちゃんを泣かせてやろうぐらいに会場にまさか飛び火してモアイさんが泣きそうになると思う。ここのおじさんが泣いちゃうっていうちょっと、ね。危なかったですね。なんでだって。危なかったね。感動おじさんだから、本当に。徳光さんです。感動おじさん。徳さんね。徳光さん。ほんとすぐね、こうちょっとこう涙ね、拭うからね。うん。俺、あそこまでじゃねえよ。感動飛び表示さんは徳光さんか新助さん。ちょっと俺が嘘みたいじゃねえかよ。そんなこと言ってないよ。そんなこと言ってないよ。どう、いや可愛いねっていう話ですよ。カッコ棒みたいなのやめてください。もうそんなこと言ってないよ。棒じゃない、棒じゃない。そんなこと言ってないよ。そう言ってるね、言ってないよ。なんでそのくだりやったの。本物ちゃう。俺もこれのなんか映像の声なのかなんか分からなくなってきて、うん、あと30分やんの長えな、やっぱやっぱ長えなこれ。終わり
まだまだ、え、ありがとうございましたからまだ1分あるの？あ、そうか、落ちが、この落ちが、この落ちがあるんだ。自分で編集して忘れちゃってるんだ。何にも覚えてない。別に何も悪いことしてないから。それなら結婚した時のあれにしてあげてください。これで伝わってよかったよ。あの言い方にしてあげてくださいよ。あれにしてくださいよっていうこのアドロップないから。今のが締めだ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 。これ締めでよかった。このいや、この締めがよかったよ。この締めよかったよ。はい、終わりました。終わりましたけど、途中何が何やらも全然違う話だけどあったんで、聞いちゃなかったね、全然ね。ないよ、だってこれグーニョンちゃんの誕生日会なんだから、うん、最後はグーニョンちゃんどうでしたで、グーニョンちゃんが完成して終わるのがよかったんじゃない。いやいや、まあ、いいのよ。そんな堅苦しいことはいいのよ。いいのよ、いいのよ、いいのよ。もうあとあとあと感想をいただければそれでいいのよ。それで、あ、そうね、飲んでいいのよ。面白かったね。ね、うん。雑なのよ、なんかねっつって一言汚しかったねバカ担当だからまだ言うもうええ俺は口が裂けても自分で面白担当とか言わないからな。かっこいい担当とかにするじゃん。やめろイケボ担当やめろやめろ。面白い担当しか中途半端な2枚目担当。面白い。いや、なんでなんでなんでモノマネレジェンド担当。お前殺すぞ。お前殺すぞ。俺も過去に言われて嫌なやつやった、これ。王兵担当でいいや。王兵王兵担当じゃあ俺王兵王兵でもない、王兵ではないよね。王兵じゃない、王兵だよ。王兵じゃないよ。そんな年上二人に挟まれて、てめえこの野郎ちょっと。それはだってほらね、番組の中であれで。ね、うん、どないすんの、うん、ね、うん、やっぱ面白担当。シャープ4から急におとなしくなるから、うん、やめて番組終わっちゃう、うん、急によろしくお願いします。急に口数少ないみたいに。よろしくお願いします。面白いこととか言えないんで、あの、お手柔らかにお願いします。いやいやいや、終わりだよ、終わりだよ、この一番、一番バカにしてる人種じゃん、それ。じゃあ出てくんなっつっていうさ。そうだね。あーね。いつも言ってるもんだ。言ってる。あるね。あるね。確かにね。音声参加したものの、ごめんなさい、あんまり話振らないでほしい。お帰れなんで上がってきたっていうね。もうダメだね、今のね、全部ね。うー担当でいい。うおいしい。